川崎でパシャリ、新潟でもパシャリ。市委員長、たくさんの方々が集中して聞いてくださいました。に疑問の声、内容はこちら。市委員長の演説に集まった聴衆が話題のようです。では市委員長の発言を見てみましょう。市和夫、川崎の写真です。本当にありがとうございました。川崎の写真、もう一枚。新潟の写真です。天気も気温もちょうどよく、たくさんの方々が集中して聞いてくださいました。ほぼ高齢者しかいない。もしかして動員なのでしょうか。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。いくらかけて年寄りに動員かけたのですか。いちいち動員するよりルールを守れよ。交通の邪魔だ。椅子があるって完全に動員じゃないですか。わら、動員しといてかんじゃん。ついつい動員だと勘ぐっちゃいますよね。次はこちら。やっぱり年配者が多そう。やっぱ各政党によって聴衆者の年齢層分かれるんだな。年寄りばっかじゃん、くっこ笑い。桜の会じゃないのか。日本共産党の支持者はほぼ高齢者ですからね。次はこちら。某駅前でも事前にお年寄りがパラパラと集まったりしてますからね。ほう、動員の数が分かっているから椅子を用意できたんだ。お年寄りにお小遣い渡して座ってもらったとかい。一人日当いくら。やはりアルバイトなのでしょうか。最後はこちら。皆さん、名前の入ったタスキを見たら日付を入れて写真を撮っておいて警察に提出してください。証拠になります。参加人員の椅子分を集めたか。相変わらず候補は内裏のタスキは公職選挙法の違反は常習。法律を守ってるんですかね。日本共産党の議員は公職選挙法違反を堂々とやってのけてますからね。結論、日本共産党の動員疑惑もさることながら、日本共産党議員の内裏たすき問題はどうにかならないものなのでしょうか。多くの国民が日本共産党議員による公示日前の内裏たすきの証拠写真を SNS に上げても全く改善しようとしない日本共産党議員たち。こんな当たり前のルールさえも守れない人たちに日本を任せることができるでしょうか。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。